はちょっと予定がちゃんとありまして、自分で、ね、考えてきたんよ。みんなの新衣装予想あのネタでしょっていうツッコミ待ちのやつはあのサクッとさばきたいと思います。サクサクサクーっとね。ただのゴリラやんこれ、もう本当にただただゴリラなんだけど、これはありえないとゴリラがツインテールしてるだけなの。はい、これ犯人違います。誰が犯人やねん。パパ医者を辞めて新衣装になるな。これパパに乗っ取られてるんだよ。カワガソが化粧じゃないわ。パパ金に囚われるのやめてください。サンズ戦の時に出てくるビーム出すやつ違います。で逆になってるし、そんなアンダーテールとのコラボはございませんので。出た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 、クワガタ。いつもクワガタされる。シルエットガンムシだ。この辺の足がクワガタなわけないだろう。しゃくりくねず、しゃくりさせんのやめてもらえますか。ちょっと新衣装でしゃくれるのだけは勘弁してほしいね。知らない人にとってはもう一体何なんだになっている。いやこれおかしい。なんか左下の野号が可愛いとかいうねコメントもあったんですが、可愛くないだろう。勘弁してください。こんなのおかしいでしょうが。もう野号の新衣装やん。消えるゲンタ、名探偵コナンのベイカーストリートの亡霊見た時にゲンタがね最後ちょっと消えるシーンがあるんですけど、それがネタにされてるよっていう話で盛り上がったんで、まあ、消えるしゃくれカナタですよね。これはね、これはさネタだけどすごいよね。ウルトラマンカナタン、これさ、ウルトラマン僕見たことないんだけどさ、あのシュワッチ、シュワッチのやつだよね。シュワッチ、皆さんこれ何だと思いますか。まな板だよ。こんな細かく切り取るんだね、まな板を。最初何かと思ったわ、手抜きかなと思ったらまな板じゃねえか。誰がまな板や、木目いらんねん。ゴリラの貝と書かれて握力系を2つ持ってたんでガチじゃない方に入れました。カナタさんが握力系をグッズ化するわけないです。安心してください。ゴリラの貝じゃない。なんでゴリラの貝におさみたいになって。うちわエビ、これ無理やりすぎる。この辺なんやねん。この辺うちわエビの服着るわけないでしょうが。僕がちょっとあのクワガタに対抗するのはやめてください。エビで小さいよ、ね、これちっちゃいよ。これ帽子にもなってないよ。これクワガタじゃん。ただの僕関係ないシルエット乗せただけのシルエット違います。クワガタじゃありません。忍者か、忍者だよこれ。関係ないじゃん全然シルエットも。これ忍者なんよ。もうこんな集中線つけてねちょっとごまかそうとしてもダメです。これただの忍者ですから。これも違うね、これも違うね。これも最初も似たようなのがあってもゴリラですから。これただの違います。こんなゴリラじゃありませんよ。違うよね、バナナ主食じゃないから。僕はとにかくバナナつけとけ感、髪の毛めちゃめちゃショートなのにこれ全部バナナだったんかいっていう。これミナとアク、私、皆さんどうもこんこん、ミナとアクです。だからねこれはね確かにシルエットちょっと似てるなっていうのを気持ちはわかりますよ。けどこれまんまアクターね、これアクターの潜在写真ですからね。でラスト、これ最初アクさんもう完全に真面目に考えてくれたんだと思ってよーく見たら 55.9 キロの握力計をなんかもうね胸足りないよな、何にもないから置いとくかみたいなバリに置いてあるんですけど、これも違いますと。